3月11日の子供の状態です。だいぶね、こうやって一人でスプーンで食べることができるようになってきました。スプーンのがね、まだちょっとね、もう自分でこう口に持ってきてある程度入れるようになってきたっていうのはかなり進化だなって思いますね。ね、スプーン訓練し始めてどれぐらい、2ヶ月ぐらいかな、1ヶ月半か2ヶ月ぐらいだと思うんですけど、なかなか保育園に入るまでにちゃんとできるようになれば一番いいんでしょうけどね。まあ、でもここまで自分でこうできるようになってくれたのはありがたいなって思いますね。であと食事をね、割とこうバランスよく食べるようになってきたようです。で味噌汁とかそのご飯とあとおかず等の、なんかそれぞれ今までは偏って一つのものしか食べなかったんですけど、ちゃんといろいろ食べるようになったっていうのがやっぱり成長だなって思います。まあ、1歳と今2ヶ月なんですけど、まあ、大体これぐらいでそういう行動ができるようになるっていうことなんでしょうね。ということで、現在の食事の状態でした。